エライザ・クレーグエライザ・クレーグ12年彼の名は現在ヘブンヒル社が販売するケンタッキーのストレートバーボンウイスキーのブランドとして使用されている。エライザ・クレーグはアメリカ合衆国のバプテスト派の牧師。バーボンウイスキーを最初に製造したと伝えられており、バーボンの父として知られている。ケンタッキー州ジョージタウンの創設者としても有名である。百三十八年、クレーグは アメリカ合衆国のバージニア州オレンジ軍で生まれた。クレーグは1771年にバプテスト教会の牧師に助任されたが、教会での説教により、風紀を乱す恐れがあるとして、サウスカロライナ州に短期間収監された。その後クレーグは、ケンタッキー州バーボン軍に移り、1777年にブルーラン教会の牧師となった。1785年、クレーグは、 ケンタッキー州フランクフォートへ移住し、地元の名士として名を馳せた。1789年、クレイグはケンタッキー州発の縮みミ,ミツル工場と製紙工場を建設した。また、副業としてウイスキーの製造にも手をつけ、1789年には同州ジョージタウンにウイスキーの蒸留所を建設した。クレイグは蒸留したウイスキーを 内側の焼けた樽に入れたまま放置してしまい、数年後に開けてみると赤みがかった、芳醇な液体が現れたと伝えられており、これがバーボンウイスキーの原型になったと言われている。1808年、クレイグはケンタッキー州ジョージタウンで死去した。ありがとうございます。